舞鶴大会入場。続いて舞鶴部隊が入場いたします。最初に入場してまいります部隊は第382施設中隊です。小山駐屯地の主力部隊として防衛、警備はもとより地域の安全確保、民生協力を任務としております。次に入場してまいります部隊は第336海警隊小山派遣隊です。駐屯地の海警業務を任務として昭和41年第425海警隊として発足し、平成27年3月に第336海警隊富山派遣隊に改編されました。続いて入場してまいります部隊は第104施設直接支援大隊第2直接支援中隊富山派遣隊です。駐屯地各部隊の車両および設置材の整備を一手に担う部隊です。部隊整頓。舞鶴部隊指揮官臨場。舞鶴部隊指揮官に敬礼。ただいま敬礼を受けましたのは舞鶴部隊指揮官第382施設中隊交通小隊長金井俊幸二等陸尉です。
舞台整列休め。ここで日頃のご協力に対し、本日感謝状を贈呈させていただきました皆様をご紹介させていただきます。恐れ入りますが、お名前をお呼びいたしますので、ご起立のほどお願いいたします。駐屯地協力会副会長大島長一様、駐屯地協力会副会長稲垣修様、駐屯地 OB 会会計次長福島九太郎様、立ち建設株式会社様、はい、その他富山県太遊会小畑義和様、富山県自衛隊家族会、富山県連女性部の皆様、イオンモールコナミ様、株式会社小川コンサルタント様、仙台オート輸送株式会社富山支店様にも贈呈させていただいております。紹介を終わります。関越間臨場、舞台気をつけ。はい、関越間は第382節州隊長かねて富山駐屯地司令栗谷健二伊藤陸佐です。ただいまから富山駐屯地創立61周年記念式典を挙行いたします。関越間横断、関越間に敬礼。関越間横断。舞台経験、国旗友情、国旗が入場してまいります。ご臨席の皆様はご起立をお願いいたします。
士を務めますのは第382施設中隊吉戸嘉江三等陸曹です。国旗に敬礼。捧げて。総務。総務。講談舞台トレケン。ご臨席の皆様はご着席ください。優越。
館合壇。関越館式辞、指揮者のみ敬礼。本日ここ富山駐屯地において富山県議会議員の皆様、富山県内の市町村長および議会議員の皆様をはじめ多数のご来賓のご臨席を賜り、富山駐屯地創立61周年記念式典を挙行できますことは我々隊員一同大きな喜びとするところであります。富山駐屯地は昭和37年10月第321地区施設隊の移住に合わせ分屯地として開設されました。海警隊、基地通信隊、整備中隊、富山派遣隊等の創設を経て今年で61周年を迎えることができました。富山駐屯地のこの61年の歩みを振り返りますと、これまで幾多の改変を経て現在富山県における唯一の陸上自衛隊の部隊として国内外のさまざまな任務を遂行してまいりました。阪神・淡路大震災、東日本大震災等の大規模な自然災害への対応、カンボジア・東ティモール等の国際平和協力活動への対応に加え、昨年度は ADMM ASEAN 国防大臣会合、これの一環として隊員4名をベトナムに派遣し、我が国の安全保障環境の情勢に寄与してまいりました。このように富山駐屯地の歴史を地域の皆様と61年にわたって歩んでくることができましたのは、地域の皆様の深いご理解とご協力によって支えられたものであり、心より感謝を申し上げますとともに、輝かしい歴史と伝統を築き上げてこられた諸先輩方の並々ならぬ個人力に新人なる敬意を表します。さて、我が国は戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に直面しております。現在も続くロシアの軍事力によるウクライナ侵略に象徴されるような事態が東アジアで起こるかもしれないという懸念が排除できないほど高まっています。中国は力による一方的な現状変更の試みを強化するとともに軍事活動を拡大活発化させています。北朝鮮はかつてない高い頻度で度重なる弾道ミサイルの発射を繰り返しているとともに、ロシアについても北方領土を含む極東地域での軍事活動を活発化させ、我が国の安全保障上の強い懸念となっています。そして異常気象による甚大な自然災害が常態化するとともに、南海トラフ地震など大規模震災の発生も懸念されます。このような中、自衛隊に対する国民からの期待はますます高まっていると認識をしています。これらを踏まえ隊員所管に申し上げる、国民の平和と安全を守るという自衛隊の使命を自覚し、いざという時には我々はどのような環境においても強い使命感を持って事態に即応し任務を完遂することが求められている。そのため常に国民地域の安寧を、ね、思いことに臨んでは身をもって責務の完遂に努める、その覚悟が原点であることを決して忘れてはいけない。結びに、本日ご対応中のところご臨席を賜りましたご来賓の方々、ご来場の皆様、隊員家族の皆様からの温かいご支援に改めて感謝を申し上げますとともに、皆様のご健康とご多幸を心からお祈り申し上げ式辞とさせていただきます。令和5年11月19日第382施設中隊長かねて富山駐屯地司令伊藤陸さん、栗谷健二。
大越館横断ご来賓の方からご祝辞を頂戴いたします。駐屯地協力会副会長米原しげる様お願いいたします。皆さんおはようございます。昨日も大変なお天気でして、今日の駐屯地駐地の式典どうなるかなと思って大変心配をしておりましたけれども、おかげさまで、この期間本当に皆様の気持ちがついたんでしょうか、お天気雨も上がって素晴らしい今日が日になりました。本日はこの式典にあたりまして、本来ですと、会長であります道光茂参議院議員が協力会の会長をお務めでありますけれども、この度全国の国交省の副大臣にご就任をされました関係もありまして、この役割は辞しなきゃならないということもありまして、副会長であります私は代わって道光会長のメッセージをお伝え申し上げたいと思います。さて今司令からもお話がありましたように、今日における日本の状況というものは極めて深刻な状況になっているかと思います。そして今日に至るこの皆様方の役割というのは、この地域の部外活動のみならず、さまざまなこの地域との災害の支援でありますとか、警察と消防署と一緒になってこの自衛隊の役割も皆さんと守りながら一体になって地域社会のことにも大変なご尽力をいただいているというような状況であります。一方国内外におきましては今大変な状況になっていること、今お話があった通りであります。ウクライナの問題、あるいはこの度のイスラエルの問題、どこに何が起きても不思議ではない、そんな状況に今日至っておりますこと、大変私も大変心配をしております。皆さんも多分そのような気持ちでありましょう。こんなことあってはならないと思います。私たちは自衛隊の皆さんの一人一人の役割が国を守り、安全を守り、社会を守っていくという崇高な皆さんの役割をしっかりと支援をしていくことが私たちの務めだと思っています。これからもいろんな困難がありましょうけれども、一層皆様の温かいご理解ご支援賜りますように、心からお願いを申し上げたいと思います。今日はこの寒い中、音楽隊の皆さん方にも毎年こうして温かくその式典に花を添えていただきまして、ありがとうございます。厚く御礼申し上げます。2年前、60年の式典の時に、このヘリポートが完成をいたしました。トラムのチュリップフェアがちょうどこの60年というその節目と自衛隊の60年という節目合わせまして、なんとかこのインパルスを呼べないものだろうかということを皆さんと協議をいたしまして、いろんな関係の方々ともお話を申し上げて、トラムにインパルスを迎えることができました。その日は本当に素晴らしい快晴でありました。たくさん皆さんが喜んでくださったこと、大変良かったと思っています。まあ、いずれにいたしましても、私たちはいろんな皆さんとの連携を図りながら、これからも皆さんをお守りし申し上げて、そしてまたその社会が少しでも皆さんに、今日もたくさんの方々がこの皆さんのこの自衛隊の役割を観戦に来ていただいておりますが、今日隊員の方が私聞きますと120人余りの隊員がいらっしゃるそうでありますが、今日全国各地に至るところで活躍している方もたくさんいらっしゃいますので、今日30人近くの方々とそうでありますけれども、どうかこれからもよろしくご指導ご鞭撻を賜りますように、皆さんの活躍を心からお礼申し上げ、そして今日ご出席の皆さん方のご健勝ご多幸合わせてお祈り申し上げて、ご挨拶にさせていただきます。本日は誠に式典おめでとうございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。舞台精鋭休め。はい、その他たくさんの皆様にご臨席を賜っておりますが、時間の都合上ご訪問のみご紹介させていただきます。準不動ではありますがお名前をお呼びいたしますので、ご起立のほどお願いいたします。なお、ご来院すべての皆様をご紹介できませんことをご了承ください。衆議院議員立花慶一郎様代理、浅田明孝様。参議院議員野上幸太郎様代理、有沢哲郎様。都並警察署長福山雅留様。都並地域消防組合消防長加保則夫様。伏木海上保安部長谷清人様代理、沢越拓海様。都並労働基準監督署長市井義直様。富山市長藤井博久様代理、門谷義成様。東京様代理柿沢正弘様。上市町長中川幸隆様。富山県議会議長山本徹様。富山県議会議員篠岡平郎様。同じく大井洋治様。同じく針山武史様。同じく鍋島慎一郎様。同じく幸澤智樹様。自衛隊富山地方協力本部長宮内正也一等陸佐。自衛隊福井地方協力本部長野間俊秀一等海佐。第14通過連隊長兼て金沢駐屯地司令代理、第4中隊長小笠原誠三等陸佐。第7施設群長代理、第1課長川上浩二担当陸佐。松防衛事務所長大野真嗣様。清風会会長昼河原直久様。第17代富山駐屯地司令田辺吉郎様。
20代富山駐屯地司令末広和義様。はい、おめでとうございます。第27代富山駐屯地司令赤松保様。はい、その他、砺波市議会議員の皆様、富山市議会議員の皆様、高岡市議会議員の皆様、小矢部市議会議員の皆様、南砺市議会議員の皆様、射水市議会議員の皆様、各防衛協力団体、駐屯地協力会の皆様、地元企業、観光庁及び町内会長の皆様、関係部隊長など多数のご臨席を賜っております。祝電披露。ここで祝電を披露させていただきます。陸上自衛隊富山駐屯地創立61周年、誠におめでとうございます。皆様のこれまでのご尽力に深く敬意を表しますとともに、富山駐屯地の限りないご発展を祈念申し上げます。ご参集の皆様方のご健勝とご多幸を心よりお祈り申し上げます。参議院議員道子茂様。富山駐屯地創立61周年記念行事の開催を心からお祝い申し上げます。駐屯地の今後ますますの発展と、栗谷駐屯地司令をはじめ隊員ご家族並びにご参集された皆様方のますますのご健勝とご多幸を祈念いたします。第十師団長酒井秀則陸将。このほか61周年記念に温かいお言葉を多くの皆様からいただいておりますが、時間の都合上順不動ではございますが、ご報名のみご紹介させていただきます。衆議院議員立花慶一郎様、衆議院議員田畑博明様、衆議院議員上田秀俊様、衆議院議員泉健太様、参議院議員野上幸太郎様、参議院議員佐藤正久様、参議院議員山田俊夫様、航空自衛隊第6航空団司令兼ねて小松基地司令石引第5空将補、第4施設団長兼ねて大久保駐屯地司令吉春隆陸将補。このほか多数の祝電をいただいておりますが、時間の都合上すべての方をご紹介できませんことをご了承ください。いただきました電報は体育館2階祝賀会食場に掲示しておりますのでご覧ください。舞台気をつけ。関越講師、関越講師の関越です。
内容についてご紹介いたします。昭和37年10月、第321地区施設隊は愛知県豊川市から移住し、金沢駐屯地、豊山分屯地として開設され、昭和41年2月に駐屯地に昇格し、現在の豊山駐屯地が誕生いたしました。駐屯地は幾多の進展、改変を繰り返し、現在は約120名の隊員が勤務しております。また当駐屯地は富山県唯一の鉄道部隊として、防衛はもちろんのこと、東日本大震災をはじめ福井県の大雪による鉄外派遣、広島、岡山両県の豪雨災害など県内外の多くの災害派遣に出動し、あらゆる事態に即応できるよう基地や体制を整えております。またイラク復興支援、ハイチ国際救援隊、南スーダン国際平和協力隊のほか、ケニアやカンボジアでの能力構築支援、ベトナムでの国際平和協力活動にも富山駐屯地所属の隊員が参加し貢献してまいりました。準備が整えますまでしばらくお待ちください。愛知県東大県の防衛警備を担任する第10師団の音楽隊として、隊員の士気高揚のための演奏および自衛隊予備式での演奏、放送イベント等の演奏協力、学生への技術指導などを行いながら、地域の皆様と自衛隊をつなぐ架け橋として演奏活動を行っております。本日は単一講師終了後、引き続き音楽演奏を行いますので、どうぞお楽しみください。
き二刀陸井です。前区間横断、ボッキー退場。ボッキーが退場いたします。ご臨席の皆様はご起立をお願いいたします。どうぞご着席ください。以上をもちまして外出式を終了いたします。
ただいまから第10音楽祭による音楽演奏を行います。陸上自衛隊第10音楽隊は昭和34年1959年に発足し、愛知県名古屋市守山区に所在しており、東海、北陸6県の防衛警備災害派遣を担任する第10師団の音楽隊として、館内各地で演奏活動を行っています。主な活動として隊員の士気を高めるための演奏及び自衛隊初儀式での演奏をはじめ、定期演奏会や音楽祭り、室内楽演奏会を行うとともに、各地で行われる公共的なイベントでの演奏支援、中高生吹奏楽部に対する演奏技術指導などを行っています。第10音楽隊は地域の皆様と自衛隊を結ぶ架け橋として、多くの方々との触れ合いを大切にしながら演奏活動を続けております。本日はアトラクションといたしまして3曲演奏していただきます。指揮は第10音楽隊音楽隊長山田真希と一藤育衣です。1曲目は行進曲大空です。陸上自衛隊中央音楽隊初代隊長を務めた妻洋作によって作曲された行進曲であり、平和の象徴である鳩が大空に向かって飛び立つ様子を描いています。現在でも陸上自衛隊の開演式の際に使用されるなど、陸上自衛隊を代表する曲となっております。2曲目に紹介する曲はアメリカの作曲家エドウィン・ユージン・バグレー作曲の国民の象徴。3曲目最後に演奏します曲は、今年リリース2週間でストリーミング再生1億回を超えるという爆発的な再生回数を打ち出した YOASOBI が歌う話題のアニメ推しの子のオープニング主題歌アイドルです。それでは3曲続けてお聴きください。Thank you.
Thank you.
ありがとうございました。以上で第10音楽隊による音楽演奏を終了いたします。音楽隊が退場いたします。盛大な拍手でお送りください。岩手シャベルによる書道を行います。準備が整いますまでしばらくお待ちください。
Thank you.
引き続き金沢駐屯地に所在する第14通過連隊による模擬戦闘訓練を行います。模擬戦闘訓練は左側ヘリポート地域等を使用いたします。大変危険ですので、終了まで訓練地域には立ち入らないようにお願いいたします。移動に際しましては安全ロープで表示した地域内をご利用ください。また模擬戦闘訓練では空砲射撃による大変大きな音がします。小さいお子様をお連れの方は耳を塞いであげるなど十分にご注意ください。準備ができますまでしばらくお待ちください。青の台より右側は我々自衛隊用の地域です。
次に反対の左方向をご覧ください。赤い旗の一帯を赤の台とします。赤の台は侵略した敵部隊が占領している地域です。またこの前方黄色い旗の基地については敵が構築した障害です。自衛隊の進入を妨害するため設置されています。本訓練では赤の台を占領する敵数名に対する小隊の攻撃の場面を展示します。本来であれば広い地域での戦闘場面となりますが、会場の制約上距離時間等を短縮した訓練展示となりますことをご了承ください。訓練展示にあたり注意事項について連絡します。展示の際空砲射撃を行います。大きな音がしますので耳を塞ぐなどして怪我のないようご注意ください。特にお子様をお連れの方はご注意ください。また多くの車両が移動しますのでロープ等で表示している立ち入り禁止区域内には絶対に立ち入らないでください。それでは戦闘訓練展示を開始します。こちら中隊長、赤の台に敵情監視のため戦術です。こちら中隊長、了解。
交付されます。またスナイパーは最低限の食料と任務に必要な資材を提供し、長期間作戦を継続できるように厳しい訓練を受けた精鋭です。赤の台をご覧ください。我々の操縦小隊の展開により危機感を感じた敵指揮官は全長を巡回し命令を徹底しています。中隊長、こちら釘組敵指揮官を確認。釘組了解。で、射撃は成功しました。指揮官を射撃された敵は混乱し戦闘機能が麻痺しております。この間隙を利用し射撃を成功したスナイパーは新たな射撃ポイントへ移動します。操縦小隊機長は敵車両に対しラムで対処することを決定しました。中隊長、こちら操縦小隊長、2分隊を持って敵装甲車を撃破する。こちら中隊長、了解。前方中央をご覧ください。艇隊対戦車団、通称ラムです。ラムは主として近距離の戦車、装甲車、またコンクリート製などの構築物に対し射撃することができます。中隊長、こちら操縦小隊長、敵装甲車出た。こちら中隊長、了解。中隊長は警察結果をもとに障害処理を実施した後、地上部隊による目撃を決心しました。中隊長、こちら操縦小隊長、敵陣前に鉄道網を確認。発音により処理可能。障害処理援護射撃を要求する。こちら中隊長、了解。迫撃砲小隊の支援射撃のもと、発音により障害を処理します。手前のマム前方をご覧ください。84mm の反動砲、通称84です。84は操作、携帯容易な無反動の火器で、主として対戦車火器として使用しますが、地域目標の制圧、照明および発電能力をも有します。中隊長、こちら少女小隊長、ただいまから人前の障害を処理する。了解。障害処理は発音により Thank you.
民の皆様のお分かりのとおりですね、さまざまな事態に即応し、確実に任務を達成できる強靭な陸上自衛隊となるよう、今後とも厳しい訓練を積み重ねる所存であります。今後とも自衛隊に対する変わらぬご理解とご支援をいただきますようよろしくお願い申し上げます。本日は戦闘訓練展示をご覧いただきありがとうございました。お客様にお願いします。訓練後の場内の安全点検および車両の移動を実施します。危険ですので指示があるまでは訓練場および場外離着陸場内に立ち入らないでください。繰り返しお客様にお願いします。訓練後の場内の安全点検および車両の移動を実施します。危険ですので指示があるまでは訓練場および場外離着陸場内へ立ち入らないでください。終了となります。少な会食につきましては、